コレット・ディケンソン・ピアースパートナーズのピアースとディケンソン、コリン・ミルワードが同社を退職し、全社2名がジョン・コレット所有のピクトリアルパブリシティを買収。コリン・ミルワードは第二次世界大戦の退役軍人であったが、CDP の初期20年間のクリエイティブディレクターを務め、天才的であると言われた。1969年のロンドン、カーナビーストリート。 1960年代のスイングロンドン革命で頭角を表し、イギリスで最も影響力のある広告代理店となった。1970年代にはカラーテレビの普及により洗練された広告映像の需要が生じ、経営者フランク・ローの下でイギリス広告業界の黄金時代を築いたと言われている。この時には世界でも主要な広告代理店の一つとされていた。 ただ、最高幹部の役職は、軍の元役人タイプが占めていたとアラン・パーカーは、改装している。主な顧客は、パーカー、フィアット、フォード、ランドローバー、ハイネケン、ロンソン、チンザード、ベンソンヘッジズ、バーズアイ、ジョン・ハーベーサンズ、ホビス、ほか、ベンソンヘッジズのタバコ、ハムレットの1974年のキャッチコピー、幸せとは、 ハムレットと呼ばれるハマキなどがイギリス国内では有名である。1980年代後半から1990年代には勢いを失い、2000年には世界第5位の広告代理店である電通に買収され CDP トラビッサリー、ついでトラビッサリーと解消。2010年にはイギリス広告ビジネス界からジム・ケリーを経営者に起用し、その後には 欧州での事業の拡大に伴い、社名を、電通ロンドン、ついで電通有形と解消した。CDP は若者を国際的なクリエイターに育てた、保育所でもあった。CDP ジーニアスコリン・ミルワード・ダイズ、79、カンピンチ、メイ14、2004、コールマン・プレンティス・アンド・バーディ、CPV ヒストリー、アビッチリー・イン・ロンドン・タイムズ、1、1、2004。 ザ・デマイズ・オブ・エイワン a グレートアドバタイジングエージェンシー FT 2009ジムケリー2リードデンツはソウルオニ・ヨーロッパキャンペーン h t t p w w w c a m p a i g n l i v e c o u k スラッシュアナリシススラッシュ92241スラッシュ欧州事業再編推進を目的に英国拠点を改編デンツ 2009年7月23日。アカウントオブヒズタイムアット CDPE in スピーチバイロードプトナムオブクイーンズゲイト CBE2 ロンドンメトロポリタンユニバーシティオノラリーディグリーホールダーズディナー10マーチ2004ピアニッシモも3から7ありがとうございます。